福島の件、ナイフも契約続けると決まったから。という概念自体がほとんどない。教師だったら生徒に勉強。演技の絶賛木村兄貴の不細工昔からこの仮想を抱えてますよね、仮想の問題はずっとあります。生まれたとこだもん、あれ全然見えない。間違いない。フラパン。